担々麺食った男、はい、編集大変なの。めちゃくちゃ大変だよ。だから編集分担しようよ。できねえだろお前。いや、やる。パソコン買うから俺マジでパソコン買うわ。バカだろ。パソコン買う。どうせやんねえよお前。やるやるやる。どうせなんかもう1ヶ月目な。やるやる。編集だるい。いやいやだるくないからマジで。ちょっとさやってみたいな。ねえねえ、ならないならないならない絶対ならない。わかるもん。じゃあ俺やりたい。ちょっとやらして。それ一時のあれだよ。じゃあかんない。それで、うん、そうなったらそうなったら謝るよまたそれは。そしたらもう二度と金くれなんて言わないから。うん、だったらいいじゃんやっても、うん。じゃあやらしてよ、うん。そしたらもうちょっと早いスパンで動画上げられるじゃん。まあね。俺が編集できないときに毎日走行できるかもしれない。毎日走行目標に。ただ大変だからね。だから俺にもアカウントに上げられるようにさせてよ。え？それは無理。なんて？まだ無理。まだ無理。暇じゃないじゃん、俺みたいな。だから。うん。だから何？編集する時間あるの？あるよ。あるの？ある。あ、そう。はず。土日とか。暇じゃん。編集やり始めたら多分仕事にプラス編集で、うん、遊び行かなくなって金使わなくなるからちょうどいい。俺すぐやめるにかけるわ。かけろよ。いくらかけるんだよ。すぐやめる。いくらかけるんだよ。絶対すぐやめるじゃんお前。やめないから、うん、やめないやめないやめろ。やめない。編集向いてると思うよ、俺みたいなやつ。なんで？え？なんで？基本、自分が楽しみたい人だから楽しくなるはず。動画が。何が？え？動画が楽しい感じになる。お前が？え？しかもみんなが。みんなが？うん。できるはず。やってみないと分かんない。俺よりさ編集能力ないってことでしょ。え？最初じゃあ編集ソフトの使い方がわからないの。だからそっからじゃん。それだけ教えてくれれば絶対できる。俺も使いこなせてないもん。まずできる。できる。できるかな。できる。みんな気合の問題だよ。あ？気合の問題。気合？うん。いやいや気合いの問題やんだろ。気合いの問題に決まってんだろ。まあ慣れだけどね。なんかさ、もうちょっとさ、そのどうもショータイムゴルフですはいいけどさ、うん、そのメインチャンネルじゃなくてさ、うん、サブチャンのさ、うん、その定番挨拶とさ、うん、定番バイバイみたいなのさ作った方がいいんじゃない。お前が作れよ。俺企画だな。企画者になろうね。向いてるよね。企画とか絶対向いてないわ。絶対向いてると思うよ。じゃあなんか言ってみて。勝谷浅野の、うん、勝谷がいいよ題材は、うん、勝谷がいい。勝谷かっちゃん、かっちゃんと俺が組めばもっと面白いことが思いつくはずなんだけど、かっちゃんが俺のこと嫌いだからな。お前とカッチャンが出たさやつさ、全然人気ねえんだけど。そりゃそうだよ、だってカッチャンが喋んなくなっちゃった。持ってるわあれ。なんだっけあれ、どこの回だっけ。市原。市原。あれはカッチャンが悪い。いや、カツヤのあの音痴さ加減どうにかなんだよ。いや、あれは面白いでしょ逆に。いや、低方向多いよ。
大丈夫かな、カメラがブレなくて震えてんのよ。カツヤ震えてる。あ、こうやって、うん、そういうこと。4よね。4 4、あれは4番。歌の前に4 4番。なんでカッチャンで歌下手なんだろうな。お前からだよ。いや、俺カッチャンのすげえ動画持ってるわ。あ、そう、あの、心得って歌あるじゃん。何それ。メジャーの、あの歌を発狂してる動画ある。これと、これ強いね。まっすぐで平気。なんかめっちゃセンスなく発狂してるのある。ショーツさんが奏で歌ってるのも動画持ってるわね。なんで。なんか二人で成田でさ、カラオケ行ったの覚えてない。行ったっけ。覚えてない。全然覚えてない。なんでみんな記憶そんなないの。ちょっと忘れたいんだよ、多分その記憶を。ふざけんなよ、マジで。え、ないの。行ったじゃん、なんか成田のさ、ホテルに二人で泊まったの覚えてない。昔まだ免許ない頃、俺ら二人して。全然覚えてない。成田のホテル二人で泊まったじゃん。泊まったわ。その時に、うん、イオンモールに夜ご飯食べ行った帰りにカラオケ行こうってなって二人でカラオケ行った。覚えてんね。全然覚えてないわ、それは。何食った。何食った。フードコート。超懐かしいじゃん。超懐かしい。かれこれ何年前の動画だって。動画じゃねえだろ。え、動画で持ってんだって、カナダよ。あ、じゃあ居酒屋行ってね。あ、居酒屋、成田の駅前の居酒屋行って。よしよし、それは2回泊まってんだよ俺。1回目。2回泊まったの。2回泊まってる。1回目それマジで。うん、1回目は確かに居酒屋行った。だよね。で、それは覚えてる。なんかめっちゃ酔っ払って、そこの女の子に俺絡んだ覚えあるもん。ああ、そう、あら、その写真多分俺持ってる。おお、黒歴史だよ。消せ消せ消せ、消すんだその黒歴史は。持ってるよ多分。黒歴史だよそれ。だいぶ黒歴史だよ。なんかさ、寺木君に黒歴史がなさすぎるのよ。あ、そう。てか、まず女にあんま興味ないから、うん、まず女の子に絡んだりしてることがないのよ、うん、だから黒歴史にならないのよ、うん、基本、うん、でも勝也とショッさんの黒歴史は何個かある。いや、あるね。あるある。いや、ありありだよ。お前、翔生とも話したんだけどさ、うん、5P どうせやるでしょ、また。 5P? PP 入れるでしょ、また。入れねえよ、やめろ、これ入れない。サブちゃんだから。なんでよ、めっちゃ言いたいの思いついたのに。いいこと言うな。めっちゃ面白いよ。めっちゃ面白いな。めっちゃ面白いな。ダメだよ、それは。やっぱり、でもアメリカの時はね、みんな被るよ、そりゃ。女の子人数少なかったもん。被るよ、女の人数が。小生のファーストキスパターン覚えてる。小生のファーストキス。覚えてるよ。名前言えないけどさ、みんなでサッカーしたのにさ、いきなり俺行かねえわとか言ってね。じゃあ違う、二人でどっか暗闇に逃げてた。あれ、そうなんだ。そうだよ。あ、そうだ、サッカーしてた二人で暗闇に行ったんだ。そうそうだ、そうそうだ。何だったのあれ。気づいたらいなくなってたんだよ。そうだ、気づいたらいなかった。彼ら彼らでもさ、あの女の子彼氏いたよね。いたんじゃない。あの人にゴルフ屋で会った俺この前は。マジ何してんの。反応に困った。彼氏、彼氏連れて歩いてた。顔すら覚えてない。え、あんまり可愛くない。そういうこと言うなよお前。動画で忘れてた。撮ってんの忘れてた。しょうがないよ、普段の帰りの車こんな感じだもん。でも小生のさ、うん、ちょっと前のさ、彼女いる、知ってる、うん、名前知ってるの言えないけど、あのコースでしょ。え、あのコースのキャディでしょ。あ、そう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 。
結婚したいって言われたやつ。そうなの、すぐそれで別れたのあいつ、で伊藤くん、なんで女ってさ付き合うと結婚したがるのって言ってた俺にだから俺に聞くなって言っといた。俺は女じゃないって。俺もよく言われるけどね、結婚したい。あの前の人、前の人前の人とか言うな、見てるかもしんないだろ。面白いね、前の人何やってんの。前の人、前の人、前の家の横の病院にいるよ。あ、そうなの。言っちゃう。ピーだよ、ピー。もう編集じゃん。バカ野郎、バカ野郎。うわ、自分で仕事でやったし。もうわざ、せっかく俺止めてんのに。じゃあもう言っていい。ダメだよ。もう編集するでしょ。だる。自分で言うかね。最後だけこれ撮って、ちゃんと言っていいよ。またさ、ブチって切らないで。そういうもんだよ。いや、ブチって切るのよくないって。いいんだよ、よくないから。そういうんだよ、よくないから、よくないから。メインチャンネルはしっかりしてるからいいんだよ。しっかりしてねえから。してるよ。意外にブチってんだろ。ブチってねえよ。意外にブチってんだろ。ブチってねえだろ。意外にブチるだろ。ブチった動画を見せろじゃん。意外にブチるじゃん。ブチった動画を見せろ。意外にブチる時あるじゃん。ないないない。さあ、チャンネル登録よろしくなってさ、サブちゃんのチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。